アルバムディレクター兼店長を務めてます夏美です。はい、バイオレットのまなえです。本当になんか私は唯一その女性の同期でなんかすごいやっぱ熱量を感じるというか、でも多分仲良くなったっていうかちゃんと絡み始めたって本当に割とここ1年ぐらいに急に結構絡むようになって、でもなんかやっぱ話してると人気な理由ってすごい分かるなって思いますし、対する姿勢貪欲だよね貪欲っていうかなんかこう女性だけど強くというか、そこはなんかすごい共通する部分があるなとか、なんか女性だから控えるとかではなくて男性女性関係なく同じくらい美容師としてなんかこうまっすぐ頑張ってるなっていうふうには思います、思ってますよ。ありがとうございますそのままお返ししますなんかみんなから愛される人柄だなっていうのはそれはすごいね、多分もう才能だと思う私はおすごい、ね、なんかこうオファーしやすいっていうのもあるし、また仕事をお願いしたいなって思える仕事の結果と人柄完璧じゃんなのかなって思ってますよ、うん、女子の同期いないよね。そうだね、全然いなくて、ワンチンちゃんと同い年だしっていうのを知って、多分私が初めてからしに行ったんだね。そう行ったんですよ。そうだ、懐かしいね。そう懐かしい、なんかの仕事が被ったからって言って知ったんですよ、夏美ちゃんを。なんだっけね、なんかで一緒でまあどこを見てもいるし、仕事をしててもなんか出てくるし、夏美ちゃんって感じで、あ、夏美ちゃんだみたいな、もうだからよく見る美容師だなって私も女性の中でも思ってるので尊敬しております。仕事以外ね、もうとにかくなんかこう私とまなえちゃんってやっぱりなんかこうインスタグラムっていう媒体一緒でも多分発信の仕方が違くて、まなえちゃんが支持されてるのってやっぱ女の子のこう可愛いを追求してるところ、それはもうスタイル作りにしてもそうですし、自分に対しての美を追求する本当プロだなと思うんで、私もなんかこれってどこ行ったのとかってまなえちゃんに DM するし、あ、これこっちにこの肌荒れ悩んでるんだけど何言ってるかなみたいなとか、やっぱ聞きたいなって思うぐらい、そこはなんか美容のプロフェッショナルでもあるなって、しなんかやっぱ乙女乙女なの、うん、なんかこう強く働いてる人ほどやっぱ真は乙女だなってでもまあ本当言ってた通りインスタで多分そういうので仕事が一緒になることが多いんですけど、 SNS ででも本当発信の仕方全く違うので、私はもう逆に本当にその発信の仕方をしてそこまでフォロワーが伸びてお客さんやってるっていうのを尊敬できます。こういうセミナーとかそういうのは一緒になるけど、あんまり紙面で会うことがないんですよ、うん、確かにね、雑誌とか媒体であんまり会わないので、多分ジャンルが本当違うんだなと思うので、ジャンル違うジャンルで活躍してるってよく見る美容師さんって夏美ちゃんって感じでよく見るので、まあ、そういうところをすごい見てて刺激受けてますいつも、はい、あとセミナーとかこう一緒にやって資料作りしてる時にもうめっちゃ質問しちゃうし、私もえそれってそうなのとかいやそれはでも本当お互い様だと思うけどねめっちゃ聞いちゃうぐらい、もうめっちゃ私 もうフォロワー一フォロワーとしてファンでありますって感じですなんかこうよくなんかインスタグラマーって載せてるものと本人って結構違うことあると思うんですけど、まなえちゃん多分マジなんですよねまんま本当にそれこそスキンケアの本当にプロフェッショナルなので、本当肌質問も本当一緒だし、なんかリアルだなってすごい思うし、多分まなえちゃん自身もあんま自分が使って良くなかったものって載せたくないというか、自分が本当に良かったものを載せたいっていうなんか人なんだろうなってやっぱ思うので、なんかそれがすごい伝わってくる。でも私ヘアショーやりたいんだよ ね、 一緒に言ってたよ ね、 そうね、本当だったら多分なんかもうヘアショーとかたくさん控えてたし、それも全部なくなって、なんかこの同世代の美容師でのヘアショーでもいいし、なんかこう女性美容師だけのヘアショーでもいいですけど、なんかこうまなえちゃんと一緒にヘアショーを通してなんかね一緒に作れたらやってみたい ね、 ね、美容師ってやっぱお客様をきれいにするお仕事なので、やっぱり自分がまずは綺麗で憧れられる存在になるっていうのが一番、集客って言ったらちょっとあれですけど、一番やっぱその支持を得られやすいのかなっていう、それって男性にはなくて女性にしかない部分だったりするので、それを
なんかこう自分のおしゃれとか自分のコンプレックスとかもしっかりこう飲み込んで、こういうふうに自分は解消したよとかっていうのを発信すると、絶対に共感する人って一人以上は絶対にいると思うので、まあなんかこう美容を自分も楽しみつつ、お客様も幸せにできたら絶対に楽しい美容師人生になるのかなっていうふうに思います。女子って同じこと思うんだね、今聞いてて思う、そうそうそうって思うけど、本当にね、女の子をどんだけ楽しめるかだと思うんですよ。で、女性美容師ってやっぱ離職率も早いし、なんか結婚して子供できて辞めちゃう方もいると思うんですけど、まあ、私は結婚して子供できてもやりたいと今は思ってるし、女性美容師ならではの、まあ、発信、 SNS で言えば発信もあると思うし、なんかお客様ともっと男性とは話せないような会話だったりもできると思うんで、まあ、私とかはもうさらけ出して SNS やってるからもうそういうところでお客様も来ていただいて、なんか結構ね友達感覚でお話ししてやってるので、なんか女性美容師の子ってもうなんか悩んで辞めちゃう子多いじゃないですか、うん、そうね、見てるとこがちっちゃいんですよ、病んじゃうのは私もねもう今8年目だよね、うん、そうだね、になってやっとこんないい子に出会えましたよ8年目にして頑張れてよかったと思えるというか、ね、そうそうそう、本当に同期いなくて、都内来て全然いなくて、でもやっぱこういう出会いもあるので、うん、皆さん頑張りましょう。すごく私なんか伝えたいことすごいたくさんあって、なんかまあよくその美容学生のうちにやっといた方がいいことなんですかって絶対に来るよね、絶対聞かれるよね、はい、だからそれってまあ人それぞれその美容師さんによってアンサーは違うと思うんですけど、なんか私はやっぱいろんな子たちを見てて、周りの子をなんかどれだけ大事にできるかじゃないですけど、やっぱ美容師になってからその友達がたくさんいて、なんか友達の数だけいろんなジャンルが知れるので、なんかもうとにかく美容学校を楽しんで、いろんな子の感性とかを自分の中に吸収するっていうところが、私は絶対美容学生のうちにしといた方がいいなと思って、それってなんでかっていうと、そのサロンに入ってしまうと結局やっぱさっきマナイちゃんも言ったみたいに、やっぱ視野が狭くなるんですよね、そのサロンだけになってしまったりするので、いろいろ見れるうちにいろんな人の感性を盗むっていうのがすごく大事なのと、もしその2年生の方がもし見てるのであれば、面接の時に私は面接の練習をあんまりしてこない方がいいってよく言うんですけど、それってなんかこう履歴書に書いてある文章を一生懸命覚えてきたところで同じ文章言っても伝わらないから、パッと言われたことに対してパッと自分の言葉が言える練習の方が私はいいなって思うので、そういうなんか自分の言葉で自分の心で自分のなんか魂でじゃないですけど、ちゃんとこう相手に伝えられればなんか私は伝わるなって思うし、一緒に働きたいなっていかにこう思わせるかが勝負だと思うので、そのそうですね、もし就活で悩んでる方がいたら、ちょっとこう昨日何食べたとか、明日何するのとか、その自分がすぐにパッて答えられるような練習をすると、まあ、そうやって美容師になってからも多分生かされると思うので、その辺をちょっと頑張っていただきたいなと思います。同じ美容業界で活躍できる日を楽しみにしているので、頑張ってください。私は美容学生、まあ、みんなね、夏美ちゃんが言ったことはもちろん私もすごい思うことではあるんですけど、まあ、美容学生の時って私は結構勉強してないですしなくていいんだってなっちゃうよ、しなくていいんだってなっちゃうけど、国家試験は勉強して、うんうんうん、で国家試験はすごい勉強したけど、もうやりたいことやってたんですよ、うん、学生から社会人になって一番差が出たなって思うのってバイト経験な気がするんですよ私、うん、だから本当に勉強ばっかしてんのももちろん素晴らしいことだと思うけど、私はもう社会に出たかったから、バイトをずっと、美容学生って忙しいけど3つ掛け持ってて、うん、なんかずっともうバイト、何したの3つ、え居酒屋カフェみたいなすごいね、ずっとやってて接客業がやっぱ好きだったし、喋、うんうん、るのが好きで話すのがすごいやっぱ褒められるというか、うん、なんかできるなこの子って思われるのって、やっぱバイトしてたのって絶対聞かれると思うし、うん、なんかもう本当に勉強よりはなんか社会に出て自分のやりたいことやって楽しんでた方がなんかいいんじゃないかなって、なんかえ勉強した方がいいですか、これ練習した方がいいですかってすごい聞かれるけど、それよりもやっぱ接客レベル上げた方がアシスタントとしては結構活躍できるんじゃないかな、技術はやっぱサロンによっても異なるのでそこかなっていうのが一個と、もう一個はいつも言ってるのはサロン選びの時にとにかく尊敬する人がいる場所に入った方がいいよって言ってるんですよ、なんかサロンで選ぶっていうよりは
なんかこの先輩と一緒に働きたいとか、なんかそういう風に見れる人がいた方が私は頑張れるなって思ってます。なんで、まあ、サロンで選ぶのはもちろんいいと思うんですけど、まあ、なんか入社してからこの人についていきたいなとか、この人の言うこと聞きたいとか思う人がいるそばで働く方がモチベが上がるかなと私は思っています。だからもう本当ね、ふっかるに行った方がいいですよ、うん、もうバイトしまくっていっぱいサロン行ってみたいな。私はこじんまりやるタイプではないので、うん、まあ、そういう風に生きた方が、まあ、結果こんな感じですよね、うんうん、ね。その時楽しいかどうか、うん、なんか直感かなって思うよね、うんうん、そうです。もうそこはもう始めるにあたって絶対私の中ではやった方がいいよっていうアシスタントによく伝えてますね。本当に私も刺激を受けてる人なので、頑張ろうって思うんですよね。そう、頑張ろうってなるんですよね。いい戦友だなって言ってるぐらい。でも本当に私も